10月下旬の富士スピードウェイ、 Z チャレンジやエキスパートトロフィーに参戦中の越後屋さんを発見。隣で車載映像をチェックするのはレブスピードドラテク通信添削 R 会の梅田講師だ。そして見慣れた ND ロードスター NRA の姿も。通信添削 R 会梅田豪講師が悩めるクラブマンを直接指導。今日はクラブマンレーサーが普段どういうことをするのかとか、普段悩んでいることをレブで絶賛執筆中の梅ちゃん先生にいろいろレクチャーを受けて自分たちのスキルアップにつなげようという企画でございます。私は結構ブレーキを突っ込みすぎ傾向があって、それを直してて、うまいことボトムのコーナリングのボトムスピードを上げて走れる走り方をもうちょっとちゃんと繊細にできるようになりたいので、それを教わりたいと思います。僕はですね、やっぱりこう普段乗ってるのが重たい Z なので、ボトムが低くなってしまうんですね。スピード感の恐怖心っていうのがあって、どうしてもボトムが下がってしまって、先ほど梅ちゃん先生の動画を見せてもらったらボトムがやっぱり高いんですよ。でそういうボトムの高い乗らせ乗り方っていうのを教えていただけたらありがたいなと思います。なんか、全く真逆の、お悩みがあるそうなので、今日一日で全部解決できるか分かりませんけども、少しつなげられるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のレッスンは梅田講師が BRZ で追走観察と引っ張り指導をやってくれる。それを聞いて緊急参戦したのが、スナコ塾でオーバーステア克服特訓中の編集長塚本だ。純正トルセン LSD と純正サスのノーマル NRA でも大きな8の字を続けて描けるようになってきたが、まずは前走2周のタイムアタック、その後入れ替わり梅田講師の引っ張りでラインを矯正してもらう。塚本さんは、はい、これ毎日もそうなんですけど、はい、ハンドル切り始めがまず僕がやっぱ R 回転っていうやつをしたんですけど、奥まで行き過ぎなんですよ。遅いってこと？遅いですね。ここで初めて切ってるじゃないですか。50くらいの辺から切りたいです。切ってるんですが、ここから切ってるんですよ。だからもう多分30メートルぐらい切るんですよ。あ、そんなにも切り取ってて、はい、アドバンコーナーで見比べてみよう。梅田講師が 50m 看板の手前あたりから切り始めているのに対し、スカポンはかなり遅れて切り始め、その分切るスピードも速くなってしまっている。奥まで行って切ると、カッて切らないと間に合わないじゃないですか、カーブが。そうですね。で、これを周囲が一番顕著にして一気にここで切らなくちゃいけないんですよ。なので暴れちゃうんですよ。すべてのコーナーが大体そうだったので、切り込んで、ここ多分一つはシフトダウンにこう気が取られてるから。ダンロップコーナーでも切り始めが遅いが、一つにはシフトダウンに気を取られているのも原因と梅田講師は指摘する。で、あとは僕はこの例えば1コーナーからこの白線があるじゃないですか、この白線越えたぐらいからもうハンドル切ってるんです。動いてますよね。梅田講師は白線を越えたあたりからハンドルを切り始めているが、スカポンはもう少し奥から。奥まで行ってパッて一気に切っちゃうので、切った瞬間リアルなんですよ。これ塚本さん多分こっち行こうとしてるんですよ、コーナー実はこっちなんですよ。ここでハンドルをもう戻してこっちに行きたいんですよ。でこっち行こうとしちゃってるので向きが違う、そこが余っちゃうんですよ。
例えば塚本さんのハンドルの切り方でこっから切ったらこっち行っちゃうんですよ。あ、こうなっちゃうってことですね。ね、うん、早めから少しずつこう切っていくと。で、僕の方がハンドルの切り始めがすごいゆっくりやるんです。はい。コカ・コーラコーナーはどうだろう。ちょっと僕の方が早く切り始めてまだ少しまっすぐいきます、ね、まだまっすぐいきます、ね、で僕も50の手前ぐらいからちょっとこう切り始めてます、はい、に対して切り始めたのがなんかちょっと僕の方が1車線左側にいるんですけど、はい、ここで一緒になるんです、はい、梅田講師より切り始めが奥になることでハンドルを切っていけない状況にも追い込まれている。僕はここから切り始めてるのでハンドルをクリップにしながらだんだん切っていけるんです。でもここでここに来るとここに行かなきゃと一気に切っちゃう。そうするとここまっすぐになっちゃうんです。だからそこから切っていけないんですよね。切ってそのまままっすぐ、まっすぐっていうかその見てもらうとこれ一気に切るじゃないですか、はい、そしたらこれ以上高く増やせないじゃないですか、はい、ずっと高く一定じゃないですか。手前から切っていくとだんだん切っていけるんですよ。こうやって少しずつ、まあまあ、このコーナーだとこれぐらいしかいけないですけど、なんでここが遅いんですよ。まずはここで暴れちゃう、で暴れちゃうから怖いからスピードする。多分全部のコーナーそうなんで多分まずここだと思います。続いてはツカポンの NRA で岩岡選手がレッスンを受ける。現役ドライバーだけにスカポンより速さはあるが、果たしてここで切り遅れてるんですよ。ほら僕だったら多分この辺ぐらいがもう切ってるのにまだまっすぐ向こうとしてここで一気に切るブレーキを多分リリースして一気に切るから車がカクンとなってる。言ってること意味わかりますか。わかります。多分この辺で切り始めてるでしょっていう。そうです。僕だったらここで切ってる。多分ここの辺で切ってるのが車1台分ぐらい切り遅れてるなって、ここもまあ今出てった週だから探り探りなんでしょうけど、まだ切ってなくてここで切ったと思ってコーナー始まってるでしょ。あ、そうですね。けどこの辺ぐらいでも切りたい。ダンロップコーナーで比較。やはり指摘ポイントは程度の差こそあるものの、ハンドルの切り遅れだ。あとはなんかこの辺が全部、まあ、突っ込みすぎって速度が突っ込みすぎっていうよりは曲げ進入の前半での曲げが全然足んないかな。この辺で今度塚本さんの逆で、こっち向いちゃってる。ここでやっぱりこっち行こうとしてる。ほら向きがこっち行っちゃってる。こっち行きたいでしょ。あ、そうですね。アクセル踏むって勝手に
だからそもそもここはブレーキ踏んで上げた方がいいけど、うん、ブレーキ踏んだらアクセル踏むもんだと思ってるんじゃないかなっていう、ちょっと待たないと重量も車重が重いから、うん、車の向き変わるまで、ね、ちょっと待ってからアクセル踏むようにしないと。1コーナーはどうだろう。ヘルメットがロールバーに当たっている音でも分かるようにブレーキの初期の踏み方も指摘された。こいつ踏んでる。ここでまだブレーキ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 、今まだフルブレーキしてて、フルブレーキしてここでパッて離したでしょ。こうなってフルブレーキ ABS 効かせながら ABS、まあ、ABS がガンガガガガガガって効いて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 て、ここで変な話だったって感じで、片や、まあ、この辺は俺も指さガンガン効かしてるけど、うん、この辺ぐらいから緩め始めてこう切っていく段方向、せっかくいい感じにちょっと流れたぐらいで完全に抑えちゃってるよね。そう、それをなんかめちゃめちゃ言われるんですけど、どうやって抑えなくすればいいんですか。反射神経で動いちゃうんですよね。それが今私の課題なんですよ。単純にやっぱコントロール能力が足んないから怖くて戻しちゃうんだよ。ああ。流れた時の感じが怖くて。判別がついてない。ちょっとだって、せっかくちょっとリア寝てるぐらいのが早いから、いや、流しちゃダメだけど、はい、その完全に両方ともこうオンザレールよりは若干こうリアをこうハンドル戻さないレベルでちょっと流れてるぐらいの方が早いと思うけど、そこをで、あとはかつそこを使おうとしなくて一気にこうやって戻すから、はい、あ止まりすぎちゃったってもう一回切って、でもう一回切るからぐちゃぐちゃになっちゃう。もう一回切るとやっぱこう急な動きになっちゃうから、さっきの話で自分からマイナスを作っちゃってる、リアを取りすぎちゃうというか、その反射神経でっていうのは今日一日で治るのじゃないと思うからそれはすぐには治らないと思うけど、切り遅れは治せんじゃない。続いてはこの企画の発起人である小磯さん。車は 380RS だ。この日はグッドライドのスポーツ RS を履いて走行。この辺がなんかハンドル切れば切っただけすんなり曲がっちゃってるんで、このクリップまでの速度がもうちょっといける気がするんですよ。だって例えば僕が走った時はもうそこでもギリギリに行ってると、ただ切っただけじゃもう曲がんないんで、ブレーキ使ってこうなんとかびっくり曲げるみたいな。ああ、なるほど。はい、いやギャーって、いやギャーって変な、うん、角使いすぎて変な音してたらダメですけど、タイヤがもうズーンって来てる状態ではないなっていう、うん、先ほどの指摘ポイントはアドバンコーナー。クリップまでの区間でタイヤの横グリップをもっと使いたい。超怖ないんですけど、結構こう部分もらっちゃうんですけど、早めに切ってるのはいいと思うんですけど、ちょっと浅く入っちゃうよねっつって、うん、ここでこっち行っちゃってるんですよ。ハンドルが切りたいけど車の位置はここにいたり、そうするとどうすればいいかっていうと、ちょっとはいくらでも早すぎるっていうか、その早く来た時に切りすぎてる、だからの量が、うん、これぐらい来てるじゃないですか。それがこれぐらいだったら多分もうちょっとそこまで入れたかな。なるほど。もしくはもうよくやっちゃうのかな、 100R でもうちょっと膨らんといて、こういってブレーキングした時にこうなったりまっすぐ出るし、セクター3を見てみよう。
フレンチコーナーはもうちょっと奥からいい気がする。ここがもうちょっとここに外から車半分ぐらい外っていうかこの先こうじゃなくてこうじゃなくてこうなるほど、はい、こうこういう感じで入ってこないとここがきついですよね。そうこの僕がこの未重視このクリップの回路があるじゃないですか、回路っていうかなんかあるじゃないですか、ポールが、はい、ポールぐらいから余裕で踏めるようにした方がアクセル全体に踏めるようにした方がいいと思うんですよ。今の感じだとそこから先踏めてないですよ。さてみっちりレクチャーを受けての2回目走行、2周のアタックで成果を確かめる。ここで踏みましたね。そうですね、多分ブレーキを離したらアクセルをとりあえず踏むっていうなんか癖がついてるような気がする。みんなそうなんですけど、ちょっとブレーキを離してから空走してからアクセルを踏んだ方が、いや全部が全部そうじゃないですけど、そういう時が今は多分そうなんですよ。ただブレーキ離すと癖でアクセル踏んじゃう人がいるんです。なのでそんな感じがするんですよ。あ、意識してアクセル踏むのを我慢しないと。そうですね、ブレーキ離したら踏むもんって勝手に体がなっちゃってると自分で意識しない限りは踏んじゃうんですよ。レクチャー後の1コーナー、まあ切り始めはいいんですけど、ここでクッて切っちゃってるんで、そこでロールが一気に勝って、この車の動きの画面の動きを見るとここで、そうですね、これをこの急な動きをなるたけなくすように、うん、続いてコカ・コーラコーナー。でもさっきより全然こう1本目よりも動きはゆっくりですし、外も使ってますし、タイムに現れてるかなと、はい、ただもうちょっと次は岩岡選手の2回目走行。今のところ早く切り始めようっていうのを意識してるみたいで、
った瞬間にリアがほらフラッと落ち着かない。GR スープラコーナーからパナソニックコーナーにかけてはどうだろう。この種類いい。やった。この種類あるから、ちゃんと立ち上がれてるよ。しかもあのチクッと切ってないし、アクセル早くもしてないし。最後は小磯さん。やっぱ一般のドライビングの癖として、この時点でもうリアちょっと流れてるんですよ。で気づいてなくて、ここでリア流れてて、この辺にようやく気づいてカウントになってるんですよ。うん、ここで流れてますね。ちょっと遅れてますね。ここもそうですね。さっきより踏んでるんで、さっきとない挙動ばれてるじゃないですか。はい、さっきはここのもっと最初から外に膨らんでいっちゃったんで、多分そもそも踏んでなかったんで、今度は小さく曲げてるんでいいと思うんですけど、その分踏んでると思うんですよ。はい、だからさっきと違う立ち上がりリアの出始めが出てきてるんですよ。でここでニルってきた時に、ここで来てます。ちょっと遅れてるんですよ、ニルっていうのが。今度早く踏もうと思ってるんで、全部のコーナーと同じになっちゃうんですよ。そのニュルッとところに気づいてないんで、全部リアがうわってやってきてから、まあ、多分今までと違うことすると、なんか他のことが起きるんじゃないですか。はい、今までなかったけど、全部出てきちゃう。それはすごく感じます。ただこれは浅く入りすぎまして、ここでブレーキですね。アクセルじゃないです。さっきのアンダーが出たとか、はい、ここでアンダーなんで、このアクセル踏んじゃってるんで、見るとちょっと踏んでるじゃないですか。はい、本当はここあったらこれ戻してると思います。なんで立ち上がらなきゃいけないんですか。アクセルの早開け、引き出しとしてアンダーちょっとだけブレーキが使えない、あとはタイヤの揺れるとこを感じていないじゃないですか。なるほど。まあ多分突っ込むと失礼ながらもっとあるんですけど、とりあえずそんな感じじゃないですか。はい、ここからは梅田講師による ND ロードスターと BRZ でのフルラップをお届けしたい。いずれもタイヤはポテンザアドレナリン RE004 だ。
践できてない、うん、これがもろに出ますね、うん、でもそれを上げたらキリがないでもいちいちやっぱりちゃんと覚えてていちいちやっぱり実践していく、まあ、いろんな機会でそれをちゃんと実践していくっていうのは大切だなって今日も改めて思いましたね、はい、今日はそんな感じでした。はい、はい、じゃあマリエちゃんはどうでしょう。私は今までその行けるとこまでブレーキ行ってもう気合で行ってる部分があったんですけど、でも今日、上田先生に教えてもらって先生にね上田先生に教えてもらって、いろいろ美容のことも聞いてましたね。危なく手術されそうだったんですけどでも、その自分では丁寧に切ってるつもりでもやっぱ車載とかで見るとキット切りとかあのコーナーをちっちゃく回ってたりとかもしてたんですけど、レクチャーしてもらって自分でも意識して走ってみたらその次の走行でも結構タイムアップもできましたし、やっぱ意識して走ることが大事なんだなって思いました。ありがとうございます。小林さん、はい、今日事前の課題としては僕はボトムを上げて走りたいっていうのを主眼に一緒にこうレクチャーをしていただいて、でその車載をチェックしてもらったらボトムを上げる以前に立ち上がりをロスしているよっていう大きな課題がありました。であと1コーナーのブレーキがどうしても余っている、でそこもロスをしているよっていう新たな課題が見つかって、ボトムを上げる以前にまず立ち上がりを大切にしていこうっていう課題を取り組みました。でそのレクチャーを受けた後にその課題に向かって実践をしてみたものの、やっぱりこう染みついた癖がなかなか抜けなくて車がもう暴れてしまう。 でもまあその何周かして少しぐらいはまとまるようにはなったんですけど、僕の場合タイムにつながらずにすいませんでしたえ、そうなんですか。なんですか。お約束のそこは死守しようって言ってたのに申し訳ありません。第2回の課題ですから、もう次につながるよ。上がり幅がもうない一番ある人だったね。そうだ。じゃあ皆さんお疲れ様でした。今日は、1日かかりましたけども、みっちり濃い練習をできたと思います。ただ今日の練習中にできたことできなかったことたくさんあると思いますので、まあ一つ一つ課題とあと復習をしていっていただきたいと思います。でその練習方法なんですけど、もちろんサーキットに走って練習するのが一番いいですけども、しょっちゅうサーキット走れないと思います、ですけどサーキットで今日お話ししたような課題っていうのは実は街乗りの時点で、癖ができたりとか走りの特徴が出たりすることが多いですので、皆さん街乗りから運転を変えていくというイメージで意識をして普段から運転するとサーキットでタイムアップにつながると思います。あともう一つ僕が言いたいのはやっぱりクラブワンレーサーですから楽しんでなんぼですから、楽しんでなんぼです。一生懸命走るのもいいんですけども、楽しく練習するっていうのが一番ですので、まあこれからもこういう企画をできるといいと思いますので今後もよろしくお願いします。はい、いいですか。ありがとうございます。